はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーす。よっと申し遅れました。私パーソナリティを務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてかまことくまこのどこまで行くのコーナーなどなど、盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。でこれいつまでやるんでしょうねこれもね、様式日になってきましたから ね、はい、基本的にはね、うん、今日メガネやめたんですよ ね、メガネの後ついてます、ね、後ついてる鳩みたいなポッポーみたいな ね、はい、はい、そんなね、日々大変ですけど、はい、日々大変ですけれどもねえ、でも、うん、あのね、ね、年明けからちょっと大変でしたが、はい、アーカイブが全てぶっ飛んで、はい、ね、ようやくあれですね、復旧が、うん、復旧の目処が立ったというか、ようやく形になってきましたね。あの各番組のアーカイブのページがすごく見やすくなりまして、見やすくなったというお声をいただいております。はい、はい、あの動画がね、再生ボタンをポチッと押したら、ほいっこう出てきてね、ほいっほいっほいってこうね。一体だけあの見れるというね、はい、でこう綺麗にリストになってるので、うん、過去の放送からね、もう一度見直したいなっていう方がいらっしゃったらですね、はい、各番組の、アーカイブのページに行っていただいて、はい、そちらの方でご覧いただけたらいいかなというふうに思います。はい、ね、第何回っていうのが、うん、シャープで、はい、1回とか2回とかね、はい、ついてるところが、はい、エピソード番号、そうですそうです、はい、っていうのが第何回っていうのなので、はい、検索の時はそれもね、はい、使って調べていただければなと。そうですね、うん、例えばバナナ TV エピソード70、うんうん、エピソードカタカナで OK なんでね、はい、エピソードなんぼっていうふうに、検索していただいたら、もちろん Google でも一番に引っかかりますしね、はい、うん、プラスサイトの中でも引っかかりますので、うん、ぜひともそちらの方でね、見ていただけたらと思いますよ。はい、うん、ねえ、お疲れ様でございました。いやもう目の下クマできてないですかと思ったら鼻の横のポッポローの方がね目立つ感じになってます目立つ感じになってますけどね、はい、視力回復頑張ってください。視力も回復してきてますんでね、はい、はい、ちょっとこの調子で続けたいと思いますよ。はい、じゃあまずは CM の方ご覧いただきましょうか。 CM の方どうぞ。キッズのためのタレント養成所、シャナナキッズアカデミー。シャナナ TV でのレギュラー番組出演プラスボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナナキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナナキッズアカデミー。はい、おかえりなさいということでね、冒頭にも大変いう話してたんですけど、ねえ、シャナナ TV ね、うん、まあ、収録放送していく中で大変なこと尽くしですよね、はいはい、大変なこと尽くしですよね尽くしですよ ね、あのね、あのもちろんね、そのホームページの運営とかもね、うん、そういうあの大変というか難しいところではあるんですけど、うん、やっぱりね、あのインターネットテレビってね、うん、想像以上に森以上みたいなんですよ、ね、え、なんかお酒好きなんじゃないですか。好きです、はい、え、なんか想像以上に想像以上で大変なんだなねえ、本当にね、いろんな番組の中で、うん、多分ね、うん、あの大人の事情でっていう言葉をよく聞いてると思うんですけど、そう、大人の事情がどういう事情なのかちょっと多分皆さんよくわからないと思うので、うんうん、実はね、あのいわゆる、ま、一番大変なのは権利っていう言葉なんですよね、うん、権利という名の制約なんですよね権利というものにね、我々は結構振り回されてますね、うん、例えばあのめっちゃ最近あったことで言うと、うん、あのキャラクター、うんうん、ハウスとかね言うのはいいと思う。あ、ミッキーマウスとかね、あのディズニー系のね、あのあれは肖像権ではないんですよね、衣装権になるんですけど、うん、うん、肖像ではないんですって、調べてみると衣装権、あの 服の場合はね、はい、服の場合はね、うん、ああいう衣装
違うの？衣装？その衣装じゃない。その衣装じゃない。困った。今この状態でじっくりと説明できひんぞ。ここに出して。衣装券、まあ、特許みたいなもんですわ。ああ、私これも衣装かと。僕ね話一瞬通じひんかったから、この人何言ってはんのかな。服の場合ですね。服の場合。何言ってんだろうなと思って。あの意見の言いに師匠の章ですね。衣装券。まあ、あれですわ、登録商標みたいなもんですわ、商標権と似てる感じなんですね、あれが結構ね、ディズニーさんは結構難しくてですね、やっぱりちょっとあのネットで調べてみたんですよ。調べてみたところによると、何でしたっけいいんやけど、何、権利としては、なんていうんですかね、肖像権っていうものをなんかこうテレビで出しちゃいけないとかそういうんじゃなくって、そのものに要は特許みたいなのが取ってあるから、ダメみたいな感じだけなんですよね。要はそのなんかクレームが入る可能性があるっていうだけですよね。それが大変ですよね。大変です。もうだってね、私全く、あのシャナナを始めるまでに知らなかった言葉とか、権利ってこんなにいっぱい種類あるんやって。あるんですよね。ねえ、だからもういつもその、ぶち当たってぶち当たって、とにかく調べて調べて、いろいろクリアにはしていってるんですけどね。でも本当ディズニーさんはもう大変。だからネットに書いてたのは、そのテレビの中のシーン撮って、後ろ通った通行人の服が、ミッキーマウスが描いてるだけでも NG らしいですね。ねえ、だからそれ聞いた時に、いやなぜ売っているんだろう、そうですよね、いう疑問しかいなかった。売るなやって感じですけどね。皆さんも気をつけてくださいね、あれ本当に、本当 目に入ってしまったら、そういう訴訟の対象になるみたいなので、ね、だからポンポンいろんな YouTube とかね、動画上げてらっしゃいますけどね、そういうの何も知らずに後からね、撃たれたとかならないようにね、そうなんですよね、していただきたいな。だからね、ルールもあんまり明確にね、発表されてなくて、ちゃんと調べないとわからない世界なんで、調べてもグレーなことが多いですよね。そうなんですよ。だからどうとでもされてしまうみたいな、ね、そうですそうです、感じのことが多い。もうこれはダメですって分かってたらね、まだ対処のしようもあるし、これは OK ですっていうその線がきっちりしてたらいいんですよね、結構 ここはどうなんみたいなところを、ぼやかしてることが多い、ぼけてるんですよね、だからいつアウトって言われても、アウトなんすかって話になりますよね、可能性によって ねから、まあ、ディズニーさんもそうですけど、あと著作権、もうそれがまた大変、もうね、あの音楽系は本当に ねその、ネット上で配信するのと、電波に乗せて配信するだけでも違うんでしょ。そうですね、電波法と通信法で違いますから ねからね、それも、それすらもやっぱり知らなかったことだったので、で今度ネットに載っけて もうダメなものがすごく多くて、それも知らずに流してしまうとね、今 YouTube とかだったら消されてしまったりとかってするので、まあ分かりやすいかなとは、助かりますよね、思いますけど、ダメっていうのをね、機械が判定してくれるんで ねでも判定されずに、後からどっと請求が来た人とかもね、いらっしゃったりとかするんで ね怖いですね、そこは、はい、そこはでも、まあ、テイクセブン、まあ、うちはね、音楽の制作会社なんで、そうなんです、あれ BGM とか全部ね、我々のお手製といいますか、そうオリジナルの BGM なんですよ ねオープニングジングルとかね、でもあれも音楽作る会社やからまあできるもんやからいいもんの、それできひんところとかってね、どないしはんねやろ、大変ですよ ねだから本当にそれができても、結構いろんな課題があるのに、そうそれができないところって、根本的な問題ですやん ねどないしはんねやろって感じですけど ね、まあそういう感じのことがよくいろんな番組の中で大人の事情と、大人の事情とね、もう一つ大人の事情、あの衣装は絶対グリーンはやめてください。あ、そうこれも大人の事情で そうですね、あの出すものとかね、はい、あの雑誌とか、そうカードとか、よくね、あの最初の頃とかね、はい、絵本こんなんです、バーって開いたらもう緑だらけやったみたいな、真ん中にも見えへんみたいな ねっていうのが、まあもうね、今までにも何度もねお話してますけど、後ろがグリーンで、そこに合成していろいろね、はめ込んでいるので、グリーンを見つけるとそこに背景が、そう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 ね、
ね、あの穴が開いて見えるような感じですね、うんうん、ね、なのでそういう大人の事情もよく番組内では出てきますよね、はい、出てきますね、うん、大変ですよ ね、 ね、まあ、まあでもね、大変なのクリアしつつも楽しいんですけどね、うん、まあ大変なのクリアするのがちょっとゲーム感覚ではないですけど、うん、今回のこれはどうクリアしようかな的なところはありますよ ね、 だからね、ですよね、うん、なんかそうやってね、いろんな変化があるもん、あるのもね、これでもセンスで隠してもらって撮りましたからね。ね、楽しみつつやっておりますが、はい、変化といえばね、はい、私最近というか今年に入ってすごく、うん、あのいろんなあの投稿だったり、はい、まあ、文章とかを読んでいて、うん、皆さんが発信しているものを見ていて、うん、すごく思うんですけど、ええ、今年はね、うん、何かね改革というか自分に対しての変化をつけたいって思ってる方がすごく多い気がするんですよ。へえ。なんかね、そのままその今例えばされていらっしゃるお仕事とかでもずっとそのまましてても、うん、安城行ってるんですよ。安城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 しや安城しや行ってるんですけど、うん、でもそのままじゃダメだって思ってたり、そのままでいたくないと思ってたり、ここにとどまっていたくないと思ってる人がすごく多い気がする。あ、今のままでは今のままってやつですね。なんだそりゃ。なんか昔なかったですっけ。今のままでは今のまま。今のままでは今のまま。でもそのままです。そのまま、ね、そのままで今のままですよね。ね、うん、っていう人が多いなっていう気がして。あ、なんかそういう発言が結構多いんですかね。なんかすごく目につくんですよ。とか見てたら、いろんな方がなんか何か新しいことを、新しいなんかお勉強を始められたりとか、うん、新しい活動を始められたりとか、うん、逆に今までのものをちょっと手放してみて、うん、今度次のステップに行かれる方だったりとか、手放す。まあね、多分ね、うん、年の年度変わりってそういうきっかけにしやすい時期ではあると思うんですよ。きっかけ、はいはい、はい、とは思うんですけど、なんかそんな人が多い気がする。今年ってそんな年なのかもしれない。今年ってそんな年なのかもしれないわ。そんなのよね。熊子ね、何かの変化ね、うん、でもなんか分かりますね。なんか、うん、全体のムードはそんな感じ確かにしますね、うん、そんなムーディーがプンプンムーディーがね、うん、ね、なんか右から来るらしい来る感じでね。ちょっと歌うわけにいかないんであれやったんですけどね。懐かしいですね、はい、ね、うん、みたいですよ。なるほどね、うん、へえ。でも変化ね、うん、なんか確かにあれですよね、今もちろん前なんていうんですか、こう何かやっててこう進んでる人も、うん、それから別になんていうんですか、何かなんていうの、何かこれから始めようっていうか、うん、まあゼロからスタートみたいな人も、うんうん、まあゼロはないとは思うんですけど、うん、まあ1ぐらいのスローな感じで普通に何事もなくこう生きてきたところからこうなんかなんていうの、大逆転じゃないですけど、うん、なんかちょっと、うん、あの大きなそのなんか転換を求めてる人たちっていうのはね、うんうん、ここなんかしばらく多いような気がしますし、今年入ってそれがなんか強くなってきても感じはしますよね。ですよね。だから今ね、多分ね、うん、もうこれだけネット環境が整ってて、うん、もう誰でもいろんなことを配信できたりとかする時じゃないですか、うんうん、ってことはそういう人たちのいろんなものを目にする機会も多いんですよね、うんうんうん、でそれを目にすることでやっぱり揺さぶられる人もどんどん増えてはいってると思うんですよ、昔よりも、うんうんうん、このままじゃ、あ、私このままじゃ痛くない、なるほど、ね、とかね、うんうん、そういうなんか刺激をお互いに与え合ってるから、うん、そういう人たちが増えてきてるのかもしれないですね。ああ、なるほどね、刺激し合ってるっていうことですよね、じゃないかなと思ったり。なるほどね、うん、そのさっきのね、その、うん、何でしたっけ、そのまどんどんいろんなこと配信とか発信とかできる時代になってるのに、うんうん、意外とね、そんなに何て言うんですかね、そのずっとこう継続的に何かを自分がこう言ってみたりとか、うん、なんかその刺激を今度与える側になることって、うん、なんて言うんですかね、意外とやってる人がまあ一回やってみようと思ってやってみても、もう一回坊主だったりだとか、うん、なんかこうなんていうんですかね、動機として難しいんですね。難しいですね。でね、うん、あの私事なんですけどね、うん、私も、うん、まあ
多分5年前とかの私のこと知ってある人は、うん、すごく変わった変わったってすっごい言われるんですよ、うん、で言われるのって、うん最初のね、うん、頃はね私ちょっとずっと病気してたので、うん、ずっとお家から出れない生活をしてたんですよ、うん、もう何年もね、してて、で、まあ、そこから出ようと思ったきっかけ自体が、まあ、私の場合ちょっとコアなので、うんね、生きること自体を諦めてたから、うん、それを生きることを選択した時に、うん、あ、ダメだこのままだ、うん、じゃと思って動き出そうと思ってですね、うん、で動き出すのにいろんな人に会いに行こうと思ったんですよ、うん、いろんな人に会うにはやっぱり懇親会だったりセミナーだったり講演で人の話聞いたりとか、うん、そういうことばっかりしてたんですよ、うん、ね、うん、でその時にいっぱいやっぱり学んだことは確かにあったんですけど、うん、でも聞くだけなんですよ、ずっと聞くだけなんですよ、うん、でずっといろんな人たちを見てすごいなすごいなって、うん、自分もそういう風になりたいなって思うばっかりだったんですよ、うん、でも、ある機会で、ラジオをさせていただいたり、うん、動画番組も出していただいたり、うん、でするようになって自分が見られる側、うん、自分が発信する側に立った時に、うん、すっごい加速したんですよ、やっぱり、うん、なんかねやっぱり声に出して言葉にして伝えようってするのってすごい力になったりとかするんですね、すごいきっかけになったりするんですよ、うん、ゆっくり動いてた車輪がすごい早く動き出した、くる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 しゃーみたいな感じでそう煙吹いた感じやったんですよ、今吹いてる状態です今どうかな多分今この辺煙吹いてますけどね、今そうですかね、自分では分かんないですね、なるほどね、からやっぱりね発信するっていうことにすごく責任感を持ったんだと思うんですよね、なるほど、からやっぱりのいつまでもやっぱり見る側だとずっとそこからなんか抜け出せないような気がするんですよ、でしょうね、でしょうね、見る側から見てもらう、うん、発信する側に立ってる方たちっていうのは、うん、やっぱり今番組各番組ね、シャナラでも持ってくださってる方々もそうだと思うんですね、うん、で最初からその、うん、発信の仕方もスタイルがあったわけではなく、うん、発信してる中で自分の形っていうのを作り出してらっしゃる方が多い気がします、うんうん、そしたら、うん、その形というか空気感が出来上がってしまうと、うん、それがシャナナだけではなくて、例えば千夏さんとかでもね、うん、すごいライブ放送とかしょっちゅうやってるじゃないですか、やってますね、うん、あのとかも最初から出来たわけではないと思うんですよ、ないと思うんですね、それは、うん、でも今の千夏さんの空気感っていうのはもう出来上がってるじゃないですか、うん、ある意味、うん、だからそれを活かして、うんうん、用意されてなくてもできると思うんですけど、うん、最初はやっぱり用意されてるところじゃないと、うん、作り出すのは難しい気はしますね。なんかね、今お聞きしてたらね、うん、そのこう結構段階があって、まずは家の中にいました。うん、家の中にいて、うん、で別に窓もついてなくて、うん、でいろいろ考えてました。うん、どうなんやろな、生きるってどういうことかなとか、うん、人生って何かなとか、うん、なんか成功するってどういうことなのかなとか、うん、なんかこう多分いろいろ考えてたと思うんですよね。うん、でも多分その状態から多分部屋を一歩出た瞬間に、うん、まずはすごい変わったと思うんですよね。そうですね。ただ残念ながらそこには何もないんですよ、きっと。ただ なんかガラーンと広がったその景色があるだけ でそこにやっと出れた、これで私はって思ったら別に何もなくて、でも出たら出たで、まあ、もう言ったら無限の世界が広がってはいるものの、別に手に何かを持ってるわけでもないし、何か称賛されてるわけでも何でもない。でも出たことはすごく大きくて、で次出たらなんか別に目標も何もなくても出ることだけで十分なんですけど、多分ねそのうちね、なんか見てその辺をこうポツポツと歩き始めたりとか、こうなんていうんですか、歩き回って何もないやんなって回ってるうちに、だんだんね、なんか あそこになんかめっちゃ綺麗な山あるなとか、うん、なんかね次はね、なんかきっと目標が見えると思うんだよね。うん、まずはこういろいろ探してなんか自分にとって魅力のありそうなものを、多分それが出てね、いろんなお話を聞いたりとか刺激を受けてる状態、いろんなものを見てる状態のところから、今度はなんか、あ、こういうことがあの山に向かって歩こうって思って、そっからいよいよ歩き出すっていう行動になって、でその次にやっとその山をこう掴むというか、うん、山その綺麗やなと思った山にやっと登れて、うん、で今度頂上登ったら頂上登ったで素敵な景色を楽しむんだけども、できっとまたそこでそこから見えるものに、あ、
あの湖へ行こうってこう多分ね次の目標ができてっていう風に、まず一歩出たところからのスタートなんですけど、結構そこには結構段階があるんだと思うんですよね。で、その今言ってはったその、ね、何かを発信し始めたら、そこから急加速煙吹いたっていうのってやっぱりあのすごい難しいかもしれないですけど、自分自己認識っていうか、自分がどういう人間かっていう知るっていうことっていくら頭の中で考えても分からなくて、もちろん自分っていう人間は自分の中で思ってることプラス外から自分がどう見えてるかっていうこととか、どういうふうに受け取られてるかということだったりとか、社会の中でどういう役割を果たしてるかっていうことだったりっていうことって、やっぱりなんかその自分から何かを発してみて初めてそのレスポンスって分かるみたいなね、ところってあると思うので、まあもちろんその段階になったらね、自分から何か物事を発してそれに対してそのなんかね周りの人たちがどういう風に見えるのかなっていうことを試そうと思った段階まで来たらね、もちろんシャナナ TV で番組持ってもらったりとかね、してもらったらいいと思うんですけど、やっぱりそこにこう行くまでにいろいろねそのプロセスがあると思うので、まずは本当にね、いろんなものを見てね、魅力を感じたりとかね、知って、自分の目標を見つけたりとかね。もう少しね、自分のことをね、評価してあげた方が、ね、あ、そうですね、いいと思う。なんか結構、いや私なんて何もできないしっていう方多いと思うんですよ。私もなんかそう思ってたんですけど、一人としてね同じ人生を歩いてきた人はいないので、もうその生きてきたこと経験してきたことが全てまずツールだと思うんですよ。でその人が何をするかっていうことなので、その人自体がやっぱりまずはね大事だから、ね、あのカウンセラーだっていっぱいいるじゃないですか、なんかセラピストいっぱいいるじゃないですか、誰が何をするか、誰にやってもらうかっていうのが誰がか大きいから、自分自身をすごいなんかもうちょっとね評価することからかなっていうのはすごい。でもそれも、そういうふうな気づいたのも人に話して気づかせていただいたんで、やっぱ話すことってすごく大事ですね。その話す段階になったらね、我々もお手伝いできるというかですね。そのやっぱり場所っていうのを最初はやっぱり一人でだと難しいところがあるので、場所をご用意させていただいて形を一緒に作りたいっていうのがあるのと、あとねやっぱり番組やりだすとね、同じところで番組をやっている者同士がなんか高め合えるというか、そうですね、ねっていうのがあるので、さらになんか加速するんじゃないかなっていう気は。そうですね、で、ある種こう番組を継続させていかなあかんのって結構強い強制力というか、だと思います。やっぱりどうしても1日坊主3日坊主になってしまうところを、もう次のスケジュール次のスケジュールっていう風にある種強制していきますので、そういうお手伝いで強制していきますのでそういうお手伝いはできますよね。まあまあね、エスアミコなんで ね、強制は ね、そんな怖くないですかネタですか、まあそんなところで ね、まあそろそろ CM でも行きましょうか。はい、はい、では CM の方をご覧ください。キッズのためのタレント養成所、シャナラキッズアカデミー。シャナラ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナラキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナラキッズアカデミー。はい、おかえりなさい。なんかえらい真面目に話しまった、まったね。鼻ティパティタで。最近なんか語尾おかしいです。おかしいですよね。語尾っていうの？語尾。お尻。お尻。語尾、B はおっぽですわね。おっぽですわね。はい。ね、なんか噛みますね。噛みますよね。しっぽなくなった。しっぽなくなった。はい。ね、はい、まあそんな感じで、はい、ね、これからもね、いろんな番組高め合いながら、ね、楽しくシャナナ TV、お送りしていきたいと思っております。たまにはこんなバナナ TV も、ね、真面目じゃないですか。いいんじゃないですか。何真面目なこと言ってんすか。ちょっとたまには語っちゃったりなんか、ね、語っちゃったりとかね、そういう日があってもいいですかね。いいかなと思っちゃったりね、はい、と思いますが、はい、今日も恒例の、はい、こちら、はい、シャナナンバーシャナナンバー、はい、こちらの方はシャナナ TV 内での、プレゼント企画だったり、ワンデーパーソナリティの応募資格だったりをゲットできるナンバーでございます。はい、はい、そしてついてくるのが、はい、
シャララステッカー、はい、こちらの方は甘えのデザインなので、あなたの元に届くのはどのステッカーか分かりません。もしかしたらこれからもしれません。はい、はい、日本と異なる可能性もございます。はい、ですが何かしらのシールが、はい、なんかシールっていいな、ステッカーだから、あのフライヤーのことチラシ言うたりね、あのオレンジ色のことダイダイ言うたりするのやめましょうか。そろそろ ね年バレますからね。はい、シールが届きます。シールちゃいますね、あなたの冷蔵庫に貼ってみますか。冷蔵庫ね、はい、冷蔵庫にシール貼るんですね。昔ね、よく子供が ねびっくりマンシールとか貼ってましたが、貼ってましたが、はい、これもどこかに貼ってください、はい、はい、必ずお届けさせていただきます。はい、はい、そしてシャララキッズアカデミー、はい、こちらは、はい、こちらはキッズのためのタレントプロダクションです。シャララキッズのレギュラー番組に出演しながら、ダンス、演技、モデル、歌 などのレッスンを積んで、スタイルの階段を上りましょうというプロジェクトです。はい、シャララじゃない、テイクセブンはね、はい、音楽制作会社なので、はい、そういうことを踏まえ、これから楽しいことがやっていけるんじゃないかなと。そうですね、思ってございます。デビューも考えてます。ございます、はい、歌でデビューね、ね、キッズアイドルグループですね。いいですね、うん、そんなこともやりたいなと思って、ね、ママライフの中では深夜を作ってくれというリクエストがございました。需要あんのそれでもね、今シニアの方もすごい楽しまれてる方多いので、ね、いいですよね、いいかと思いますよ。そうですね、うん、はい、また考えときますそうなんですか、考えておきましょう、ね、まあまあどんどんね、楽しいことをしていきたいと思っておりますの で、うん、何かこういうのをやってもらえないだろうかとか、うんうん、こういうのをやってはどうだろうか、うん、っていうご意見がありましたら、はい、じゃんじゃん、はい、はい、こちらの方までお寄せいただいたらいいかなと思いますよ。いいなと思ったら、はい、レースしますお前採用みたいな感じでね、はい、うん、ダメだったら、無言の返事既読する、うん、大丈夫です、既読するはいたしません、いたしません、はい、なのでじゃんじゃん皆様のお声を既読するしないんですか、あなたの意見は不採用となりましたって送り返す感じごめんなさい、ごめんなさい、6文字送ります、6文字、はい、はい、なのでどんどんお寄せくださいませ、はい、はい、今週もお届けしましたバナナ TV、 いかがでございますでしょうか。今日は真面目トークで行ってみましたが、ね、うん、はい、来週はどんな番組になりますか。またお楽しみになさってください。バナナ TV